フィリップ・ヤーコップ・クレッチュマーフィリップ・ヤーコップ・クレッチュマーはドイツの解剖学者、動物学者である。ヘッセン州のズルツバッハに牧師の息子に生まれた。ビュルツブルク大学で自然科学を学んだ後、ハレ大学で医学を学んだ。ナポレオン戦争ではバイエルンは当初ナポレオン側についていたのでビュルツブルクに戻ったクレッチュマーは1908年にフランス陸軍に参加し、 1813年まで軍医として働いた後、ザクセン公国の軍で働いた。戦後、ウィーニやパリで医師として働いた後、フランクフルトアムマインに移り、医師として働き、ゼンケンベルク医学研究所で解剖学と自然科学を教えた。フランクフルトに作られたゼンケンベルク自然史協会の創立メンバーであり、1817年に会長となり、協会を長く率いた。 同じ協会の創立メンバーのアフリカ探検家のエドワルト・リュッペルがアフリカで集めた標本を研究した。リュッペルの著書、北アフリカの旅の全図の鳥類学の章を執筆し、30種の鳥類の新種を記載した。記載した新種の鳥類には、喉赤鳳ジロなどが含まれる。クレッチュマーの鳥類のコレクションは、ゼンケンベルク自然博物館の収集資料の元となった。 1828年にドイツの科学アカデミーレオポルディーナの会員に選ばれた。1917年からゼンケンベルク自然史協会は優れた科学的成果を検証するクレッチュマーメダルの授与を行っている。ありがとうございます。